立憲民主党ら国会を妨害、入管法改正案が採決できず本日、衆議院の法務委員会において入管法改正案の採決が予定されておりましたが立憲民主党などのおかしな野党が妨害したため採決できませんでしたこの改正案について上川法務大臣は強制送還を危惧する者が後を絶たず使用が長期化する要因にもなっている 対局強制手続きを適切、実効的なものにするのは喫緊の課題だと必要性を説明されておられますが、そもそもこの入管法、民主党政権で解約された結果、現在の問題が生じており、立憲民主党などの元民主党の皆様は、この問題を引き起こした張本人でございますので、本来は、 自ら解約した責任を取って速やかな法改正を行うべきでございましたが、まあ、実際には責任すら取らず政府側の正しい対応をこのように妨害し国民にとっても外国人の皆様にとっても被害が生じてしまっているという問題が 続いてしままっておりますぜひとも立憲民主党などの民主党の残党の皆様にはこの入管法の改悪によって現在さまざまな問題が生じていることをまずは認めていただいてそのような問題を自分たちの手で解決するためにも速やかに入管法の改正を認めていただくように お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。